刻一刻と秋の雰囲気が見え始めてきましたね。最近気温の変化が著しいので、体調管理にお気をつけて。というわけで主さん、まず最初は秋の島プロジェクトですね。前回の秋の島プロジェクト会では、島の通路の両サイドに楓の木を植えて、並木道を作ったね。今回は島側に手をつけるよ。建物を作るんですか？その通り。やはり秋と言ったら、鳳凰と言ったら建てなきゃいけないものがあるでしょう。そう、鈴の塔。あの秋の島に鈴の塔を作るんですか？時間はかかると思うけど、秋の時期までに必ずや完成させる。鳳凰と言ったらやっぱり鈴の塔が不可欠じゃない？そうですね、秋の島に鈴の塔。そして鳳凰がゲットできればもう誰も文句は言いませんよ。それで、今から鈴の塔製作に入るんだけど、今まで建てた建物よりも比じゃないぐらい素材が必要だと思うんだよね。羊毛も使う予定だから、羊ももっと増やす予定。でも今回は羊毛じゃなくて、木をとにかく確保したい。今までは木炭にしたりで、そんなに大量の木が必要だったわけじゃなかったですけど、今回は大量の木が必要そうですね。だからまず最初に、木を植える場所を作る。おっと雨が降ってきた。骨粉を使ってすぐ木を育てるのもいいんだけど、それだと一本一本しかできないからさ。あと普通に骨粉が持たない。羊牧場の横に、木を植えるゾーンを作ります。鈴の塔の壁や屋根に何を使うかまだ正確には決めてないんだけど、枠組みはもちろん木でいって、屋根は青の羊毛でいくことは決まってるんだよね。青の羊毛が必要となると、あの羊の量じゃ全然足りなくないですか？そうなんだよね、だから羊牧場も大規模にしなきゃいけない。ハーフブロック6スタック分並べました。ここに土を等間隔で植えていきます。拠点の島の中心には土がいっぱい、ここからもらっていきます。空島の土、実は結構貴重なんですよね。ポケモンドロップなら、ディグダなどが落としますけどね。でもポケモンドロップなんてたかが知れてるし、土でできた島を作ろうなんて思ったらそりゃ大変なことになるよ。あ、土でできた島を作ってくださいなんていうリクエストはおやめください。注意喚起するとそのコメントが来ちゃいますよ。木を植えるところ以外は土じゃなくてもいいので、節約も兼ねて、植えるところのみ土にします。こういう節約が大事ですからね。そもそも土を6スタック分持ってないんだけどね。6スタックどころか、1スタック分もありません。いかに土が不足しているかがわかりますね。こんな感じになりました。土があるところに、ひたすら苗木を植えていきます。鈴の塔の枠組みに使うのはダークオーク。木炭とかに使うオークと、ダークオークも今回は植えていきます。ダークオークを作るとなると、4マス分必要だと思いますよ。あれ、ダークオークって絶対4マス必要なの？いや絶対かはわかりませんけど、ダークオークの森に生えている木は太い4マスの木ですよ。とりあえず一つ植えて骨粉かけてみるか。15個骨粉かけて木が生えなかったら、苗木一つじゃダークオークは生えないってことで、あ、これ生えないやつだ。やっぱり4つ必要だったみたいですね。ということで、1列だけ4マス分の土を埋めます。これで木が生えるのを待ちます。おっちゃんと木が生えたね。一度に4つの苗木が必要ですけど、その分ゲットできる原木の個数はめちゃくちゃ多いですからね。一列にババッとダークオークの木を植えれば、鈴の塔に必要な分の木は割とすぐに集まりそうだな。感覚は感覚で適当にやったんだけど、ちゃんと生えたね。これで木材は潤いますね。木材確保ができたので、いよいよ鈴の塔建築に入っていくぞ。それじゃあまず最初に四隅を置きます。床の広さは、13マスの正方形です。続いて間が2マス間隔になるように、ブロックを置いていきます。ちなみに今回の鈴の塔枠組みは、原木じゃなく、木材でいきます。素材の節約も兼ねてですね。何か儀式をやってそうな感じになった。それでここから柱を高くしていきます。こんな感じになりました。これが、何段も続いていくってことですね。そうだね、鈴の塔らしく、金あり高くなるまでね。もちろんその間に屋根もたくさん作っていくけどね。1階分の高さはもう少し高くします。3マス間隔で、高さが5の柱をもう1回作ります。こんな感じに仕上がりました。枠組みの間には白いブロックを置いていきます。
白の羊毛で行くのか、レザー水晶で行くのか、雪ブロックで行くのか、まだ決めてないけどね。それで問題は屋根なんだよね。どうやって作ろうか全く見当がつかない。前回、ポケモンの写真がなんでか知らないけど壁から落ちて、アイテム化して時間で消失してしまうっていう現象を説明したんだけど、その時に、下にホッパー置けばよくね、というコメントが多く寄せられました。まったくその通りでございます。そうか、ホッパーを置く手段があったか。毎回本当に視聴者の皆さんに助けてもらってますね、主さん。このチャンネルは多くの視聴者さんの助けによって成り立っております。じゃあホッパーを作ろうじゃないかと思ったんだけど、鉄の個数的に、すべての壁のところにホッパーを置くことはできないんだよね。それだったら、ひたすら高い壁にしたらどうです?ああ、それならホッパーも少なくて済むね。写真取り付けるの大変そうだけど。さあこれでうまくいくかな?お、ちゃんとホッパーの中に入ってるね。そしてそれがしっかりチェストに移動してる。どうやら成功のようですね。これを写真壁すべてに置けばいいのか。ああ、鉄が無限に欲しい。空島でさらに充実した生活を送るために、自転車を作りたい。自転車で空島を駆け回るの、いいですねー。勢い余って奈落に落ちないようにしてくださいよ。大丈夫、私のハンドルテクニックを舐めてもらっちゃ困るよ、ペル君。自転車を作るには、いろいろなパーツが必要。そのパーツを作るのに、アルミプレートが結構な数必要。続いてハンドル。サドルはルーカワと、鉄の柵一つで作れます。それでタイヤ、ここでもアルミプレートが必要だ。よし、これでパーツは揃ったぞ。揃ってないですよ、主さん。タイヤがもう一つ足りませんよ。あ、そっか。タイヤ二つなきゃそりゃ自転車作れないよね。いや、失敬失敬。専用は自分のお好みでどうぞ。というわけで完成、自転車。おーおーおー、空島で自転車がやってきたよ、ペル君。なかなかかっこいいフォルムしてるじゃないですか。あとはどれだけスピードが出るかだな。それじゃあ一挙走ってみるか。ぬわっと。おーおー、すごいすごいすごい。すんごいスピード出てるな、これ。アッパックはそんなにスピード出ないんだね。予想の上を行くスピードでした。ガガ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 ガ、ポケモンには引っかかっちゃうんだね。障害物には弱そうですね。でもスピードはピカイチだ。ポケモンのライドで進むよりもはるかに速いぞ。砂漠の島まで一瞬だぜ、フベッフ。ポケモンみたいにジャンプできないのが辛いけどね。ガガ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 。走り終わったら自転車は家の横にしっかり止めておこう。また空島生活が楽しくなりました。マニューラをゲットしに行くぞ。正確にはニューラをゲットしに行く。理由は、リクエストに多かった、のと、草ポケクラで活躍してくれたからです。マニューラをゲットするなら、鋭い爪もゲットしなきゃいけませんね。鋭い爪は、ニューラがたまーにドロップしますよ。ニューラをゲットして、さらに鋭い爪が出るまでニューラをひたすら倒さなければならない。今回はひたすらニューラにお世話になるというわけだ。ニューラは夕方と夜の大河の森に出てきます。夕方の方が出やすいようですが、夜も十分出やすいので、わざわざ夕方まで待つ必要はないでしょう。ああ、早速出てきてるね。いくら鋭い爪がレアドロップといえど、今夜中にはゲットできそうだ。まず最初にニューラをゲットしておきます。よし、オッケー。意外と苦戦した。それで次は、鋭い爪ですね。これまたニューラとたくさんバトルしなきゃならん。ああ、さすがに一発じゃ出ないね。雪玉とか氷がめちゃたまるやつだな、これ。出ない。エンペルトさんこんばんはー。出ない。違う。ダメだ。これも違う。おーおー、来た来た来た。本当に落とすのか疑心暗鬼になったところに来てくれました。さあ急いでニューラに持たせてレベルアップさせないと。もうすぐ夜が明けますよ、主さん。マニューラに進化させるには夜にレベルアップさせないとダメですからね。あーっと空頭に始めてきたか。急げ急げリガードン、間に合わなくなる。まあまあまあ、まだいけますよ、主さん。なんか完全に明るくなってる気はするけど、希望は捨てるな。これが夜か朝かは人それぞれだからね。誰がどう見ても朝ですね。くっそ、こういう時に限って周りにポケモンがいないんだから。もうほぼ諦め状態だけど。あ、え?どうやら間に合ったようですね。
朝も三浦の進化の時間帯なんでしょうか？昼間にならなきゃいいのかな。というわけでマニューラに進化しました。マニューラも、既存のニューラが新大地方で新たに進化したポケモンなんですよね。ダイパリメイクでどんなポケモンが進化を果たすのか楽しみだね。ってダイパリメイク来ること前提になっちゃった。